はい、こんにちは、ビッグボーイです。ではファイナルファンタジー15ロイヤルパックで拡張された王とインソムニアに来ております。チャプター14の時点の場所、ここは王の剣だとかが集まっている拠点で、まずはこの人たちとお話ししてみる。クエスト？シドニーさんからの依頼をお伝えします。シドニーから？インソムニアにある特殊な機械のパーツをいくつか集めてほしいとのことでして、すでに現地には王の剣のメンバーを一人派遣しています。無口なやつですが役に立ちます。合流して作戦に当たってください。行き先は地図に記載済みです。お役に立てると思うのでぜひ同行させてやってください。ああ、よろしく頼むな。あ、まさかのみんなで城に突撃だと思ったらクエスト受けますよっていう感じか。これを持っていけ。鍵？これでこの辺りのシャッターが開けられるようになるはずだ。助かる。鍵ゲット。まあ、クエストを無視してもいいんだろうけど、ちょっと無視はしたくないな。この間いろいろ話してくれてありがとう。後悔はしたくなかったからな。やりたいようにやればいい。全力で支援する。頼む。今コルに話しかけたはずだったんだけど、ゴリどこだ。ゴリ、ちょっとゴリにも話しかけよう。また傷増えたか。傷のない盾なんて味もいいとこだ。苦労かけたな。どこまでも盾の役目はやらせてもらうぜ。警護隊の隊長だってな。お前の親父も喜んでるだろ。どうかな。俺はお前も未来も守っていくつもりだ。頼んだぜ、警護隊長。何度も話せる。あ、これショップか。こんな武器あったっけな。で、コルともう一回お話ししよう。コルはこれからどうする？俺は帝国の残党どもの駆除に当たろうと思う。手伝うよ。貸しでも作る気か？準備ができたら作戦担当のヨーゼフに声をかけてくれ。ヨーゼフ。あとこっちの人もクエストか。あ、ブロンプトさん、写真がお得意だとお聞きしましたのでお願いがあります。何？作戦のため王都の何か所かで写真を撮影してきていただきたいのです。我々も撮影班を編成して活動したのですが、死骸が多く成果が上がりません。よろしいでしょうか？そっか、やってみるよ。依頼された写真を撮る。俺にやらせてくれないか。自分で王都の状況も見ておきたい。わかった。じゃあみんなで行こうか。そういえばね、プロンプトのカメラってもいつでもどこでも自由に撮影可能になったらしいんだけど、やってないからやり方がわからない。違ったっけな、どこでもはできないんだっけ。クエストやってみればわかるでしょう。じゃあまずはこれはメインね。バッテリー集め。どこだこれは。こっちか。あ、出れんのかなこれは。デレータ、持ってない。開かない。この人なんか知らない。話せない。ダーツとか置いてある。
とりあえず出ようか。これはまだ別の場所に行けるのかな。というかちょっと待って、使い物にならないこの不発ファイガー変えよう。これにしよう。マップ不明箇所多いな。こっちの方とか行ってみよう。気づけろ化け物どもだ。わあ虫。キャラとかもね、切り替えて戦闘したいんだけどね、キャラ切り替えるとね、こんな風にすぐね動いてくれないからね、ちょっとスタイリッシュさがねないんだよな。こっちなんかある？懐中時計。こっち行った方がいい気がする。開かない。こっちが開いた。行けるエリア増やしていくか。ごめんって。いやー、2人揃ってスカらないで。わあ虫だらけ。問題ないか。心配いらねえぞ。イグニス行くぞ。集合しろ。あ、これ回復するやつだった。もっとここを抜けると大広間っぽいおお。やっと来てくれたんだ。アーデン、ようこそ我が王都インソムニア。おもてなしをしなきゃね。なんだありゃ。じゃあ始めよう。君の父上が命を削って張ってた魔法障壁だ。城に簡単に入ってきてほしくないから真似してみたんだけど、気に入った。ふざけるな。ふざけてるのはそっちだろ。そうそう、城門も番犬に守らせてるんだ。せいぜい頑張ってね。おっと、早々にアーデンが出てきた。初期のチャプター14では城の前に行って初めて出てきたもんな。でちょっとイベントが進んじゃったんだけど、私はこっちがしたい。向こうに行かないといけないな。なんかいろいろ落ちてる。おっと、トニトルス・ルシス・チェラム。ああ、これ過去の王様か。写真ってどうやって撮るんだったっけな。
確認しよう。わかった、これで撮影すんだな。これね、使ったことなかったわ。こうか。よし、ここも壊されちまったが、王家ゆかりの場所だったんだろうな。調印式なら第一魔法障壁で帝国の死骸に対抗したらしい。親父も必死だったんだよな。いろいろ撮影できる場所が前の方にあったから、ちょっと確認しとこう。作戦担当のヨーゼフです。目的は帝国軍残存戦力の殲滅となります。未だ町の数カ所で帝国の基地が稼働しています。コル将軍が偵察を兼ねて先行しますので、現地にて合流後戦闘を開始してください。わかった。では勝利を信じております。そうだ、この人から話聞くの忘れた。で、どっから戻るのか。このままではオートが燃えてしまう。これ以上犠牲者を出すわけにはいかないのに。ここから出よう。あ、マップが拡張されてなんか全然違った形状になってるんで、以前の形状があたかもなかったような状態になってるけど、この辺まんべんなく探索してからクエスト触れてっか。まずは先に進んでみよう。アーデンに魔法障壁パクられてる。うわ、こんなとこなかったな。おっと、やっちゃうか。うん、ファイヤー、痛い。ちょっとね、銃器使いたい。ファイヤー、おお、ファイヤー、ああ、股の下取ってった。さっさと先に行こうぜ。ああ、キャラ入れ替えたらね、早い、戦闘終わんのが。どういうわけか。で、こっからコルがいた。ちょっと写真撮影すんね、コル。あの辺撮ればいいのか。と思ったらこれは違う、写真じゃない、コルに話しかけろだ。あ、違うよ。来たか。早速だが、始めるか。始めるか。では作戦開始だ。第一基地ってことはあと2つあるな。敵はこちらに気づいてないようだ。ここは俺とノクティスで行こう。気づかれないよう敵を倒していくぞ。わかった。もし見つかったらその時は全力で倒せ。あ、これ久々のステルス戦闘だ。いつぞや秒でバレたけど、まあ今ならバレても倒せる装備だしな。まずはあれをやるでしょう。敵を殲滅させれば作戦終了だ。あれでもこれ余裕なのでは。動きを見極めて倒せ。余裕とかかましたら案の定フラグ回収することになっちゃうからな。見つかったか。やむを得ない、片付ける。そこにいたんかーい。危ない。あ、
こいつぐらい楽勝だ。増えた。これが焼けてる。こっちにはチート剣があるんだぞ。熱い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 。掘るよりパラメーター高い僕と。かっけえ。あノクトがそんなに強くない。よし、オッケー。ステルスなんてなかった。これで終わりか。よし、俺は先に別の基地に向かう。後で会おう。あと2つ。2箇所マップが想像以上に広くなってて迷いそう。でもさ、ロイヤルパックを買う、もしくは完全版 Windows エディションを遊んでる人じゃないとこういう形状になってないんだよね。なってないから、仮に従来の FF やってる、まあ、従来の FF っていうか従来の FF15 って言ったらなんか変に聞こえるけど、そういう人はまだあの狭いというか、あの単調な形状のインソムニアってわけなんだよな。そしてコルにも合わないし、なんかちょっとそれはそれでね、なんかあっさりしすぎてるっていうか。ガードは消えない。あ、そういう時はファイヤー、そしてプロンプトランチャー。もう一丁、もう一丁。あんまり数はない。あ、もうね、銃は剣より強しだわ。みんな銃使おう。先を急ごう。ああ。オメガとかはいつ出てくるんだろう。これはどの辺だ。ゲートがある。古い銀貨、もしかしたらこの辺映画で見かけてる場所かもしんない。自販機ある。ここを真正面だな。こんぐらい広くないとね、せっかくのオートなんだから。さて、早いな将軍。来たか。手伝うぜ将軍。行けるか。俺ステルスできねえよ。よし、ここは奴らの武器庫になっているようだ。潰しがいがありそうだな。どう攻めますか。難しいことはない。正面突破する。わかりやすくていいぜ。ありがてえ。
一気に行くぞ。じゃあもうバンバンやっていいな。バンバンやっちゃうよ。ほい。もう帝国兵はもうちょちょいのちょい。で、魔法が、あ、魔法が余ってるから使おうと思ったけど、足首狙ったらもうすぐぶっ倒れてくれちゃう。はい、オッケー。あいつにシフトしてやりたいんだけどできないと。今度はこっちだ。おお、折れた。柔らかいこいつ。わーっとこいつやっちゃおう。あつや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 、折れた。こいつがファイヤー使うってなら、こっちもファイヤーだ。オーバーファイヤーすぎた。こいつ爆発するからね、これダメージ受けるんだよな。はい、オッケーと思ったら、そんなところに。余裕だね。うまくいったな。残る基地は一つだ。この調子で片付けよう。もう一つは向こう。もう向こうは城の近くな気がするんだけど、これは帝国の船か。のなんか奥にすげえのがいる。あい、強い。すげえじゃん。先を急ごう。おお、あっちにもナーガがいる。こいつなんだっけな。こいつ強いやつかもしれん。それぞれ役割は分かってんだ。もちろん。チームワークってのを見せて。これだ。で、この辺で召喚。あ、だいぶ削れたな。イゾルテハンズだっけ。はい、グラディオ。はい、よいしょ。モンハンかな。こっちはもうこれ以上何もなかったよな。あ、プリン。この規模は広くなったけど、やっぱりこの焼け野原感っていうか、焼けてるな。焼けてるし、荒廃してるし、ぶっ倒れてるし、建物。こうなる前の状態でも遊びたいな、ここ。
あ、鉄巨人か。こっち行ってみよう。こっちも鉄巨人か。あっちが最後の軍基地。この辺いるモンスターみんな同じだ。でシフトブレイク。あれ終わり？なんかやり方あったかな。ドリー行け。はい、オッケー。とそこだな。今回は王の剣との共同作戦となる。彼らとタイミングを合わせて作戦行動に当たってくれ。分かった。始めるか。時間がない、急ぐぞ。まずは王の剣が基地のセキュリティを停止させる。停止している時間内に敵を殲滅してくれ。時間が過ぎたらどうなる？再びシステムが起動して作戦は失敗だ。とにかく急いで敵を倒せばいいんだな。そうだ。これワールドマップにあったそこら中の帝国軍基地と比べたら規模がちょっとしょぼくない？時間がない、行くぞ。そうだ、時間がない。片付けろ。パワープレイだ、パワープレイ。この剣もバンバン使おう。はい、オッケー。この剣マジで強いな。はい、オッケー。ダイナモ美味しいな。急げ急げ。あ、これ一区間で5分か。ステルスができたなら今更だけどすればよかったかもしんない。で、この固定砲台使いたい。ほら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 、弱い。切ろう。魔法。おっと、パリーカウンター。はい、ゴリの番。ゴリ強え。だけどゴリはもっとぶっとい剣が合ってると思うけど。よし、オッケー。全ての基地を制圧できた。これで王の剣の負担も減ったか。ああ、お前たちには助けられた。奴らにはここから出て行ってもらわないとな。ヨーゼフに報告する。ちょっと片付けたのはいいとして、写真撮影まだ終わってないけど。
とりあえず報告に戻るか。本当にマジで広くなったな、前と比べたら。遠いもんだって拠点が。あれ、さっきこんなトンネル通ってないな。どっか別のとこ来ちゃったこれ。ん、そんなことはない。待って、これは開かないやつでは、もしかして。開かないやーつ、戻ろう。戻ってきた。さあ報告。王の剣といえば誰だったっけな、あのニックスと一緒にいたあの太っちょ。出てこないかな。おかげさまで帝国軍の脅威はなくなりました。残党は我々がインソムニアから排除します。ありがとうございました。はい。お、すごいものもらった。グラーディオか。いや、よし、それじゃあ今回はここまでにして、これやってない、あとこれやってない。この辺進めてからちょっとこっちも気になるけどやっていこう。はい、ご視聴ありがとうございました。